現在の撮影時間が夜の、12時です。料理をね、作りたいなと思いまして、今から作りたいのがすぐ完成するもんではないんですよ。まあ、なので、前日からね、仕込みをしていきたいと思います。というわけで、今日の動画始めていきましょう。はい、どうもどうも、トキアキです。一日寝かして完成する料理ってすごいなんか楽しみでね、ワクワクせえへん。明日楽しみができて、寝るの楽しみみたいなならへん。で、今日作りたいのが、卵黄のニンニク醤油漬けというものになります。12月24日。イブの気分。プレゼントを待つよ。そうそうそう。どこまで期待できるものってことですね。作り方は極めて簡単らしいんですよね。ラクラク。早速、漬けていくでー。調味料一式の中にさ、しれっとアルチューパウダー混ざってるの、じわらん。この間の動画ですね。この間の動画です。まず、白身と黄身を分けていきます。まあ、ある程度、白身は残ってても大丈夫みたいです。まあ、これぐらいまで取り除ければ、こっちへ、ダイレクトアタック!もうプロの勢いできましたね。言ってるそばから殻入ってん。よし!これ裏技があって、なんとですね、ペットボトルを使えば簡単に黄身が取り出せるという裏技があるんでね、ちょっとね、紹介しておこうかな。まあ、こう、へこますじゃないですか。こう、ポカリの回し目みたいになってます。外すよ。これを、こう、ちょっと押して、戻すときになんかこう、吸うんですよ。押して、これ、いきますよ。うお!すげえ。で、このまま、出す。おお!で、次にこちら、醤油とみりんを入れていきます。醤油入れた量に対してみりんも同じ量入れます。いい感じに浸かりましたね。最近ニンニク使うことめちゃめちゃ多くない？確かにニンニクと卵めっちゃ多い。多いな。ニンニク大好きなんで、もう一個追加します。全然容量守らんすよ。ニンニクだけは毎回絶対多いもん。包丁のさばきもやっぱさすがかまどやったんですね。あ、かまどや、うん、かまどやでも包丁使ったことないよ。使わない使う。たっぷりのニンニクがかかりました。ありがとうございます。よし、じゃあ入れますか。よし、それでは本日はもう寝たいと思います。また明日お会いしましょう。See you again. Bye bye. おはようございます。すっかり時間が経っちまったようだな。どれぐらい使っているのだろうか気になるところですけれども、取り出しましょうか。お？いい匂いするな、やっぱりニンニク入れてるから。腹減った。本日一食目、まあいわゆる朝飯ってやつですね。おはよう。どうしたの？おはよう。熱々の出来たての超高級白米でございます。こちらの上に一晩漬けました卵黄ニンニク醤油漬けをしていきたいと思います。フュージョンさせていきたいと思います。フュージョン失敗した。一日漬けたらどんな風になるの気に入って。おお、めちゃくちゃいい匂いするな。硬くなってる。気にするの。うわぁ、この上にこっちのタレをのしていきます。この醤油もうまいやろな。うまくないわけない。もう、うまくないわけないってちょっと一瞬わかりにくいな。もう恋なんてしないなんてみたいな感じ。うえぇ、完成しました。究極の卵黄ニンニク醤油漬けご飯。ちょっとね、硬くなってるんですよ。固まってるね。多分ある程度押してもこう弾けへんな。これどのぐらい固まってます。どのぐらい固まってるやろな。中学生の。それではいただきます。ご飯だけでうまいんじゃないかな。ニンニクすごい。おわ、なんかご飯だけなんや。食ってんの。ご飯だけでめちゃくちゃうまい。一日漬けたニンニク醤油めちゃめちゃうまいね。味は濃い。すっごい濃い。口の中で田村和之が手振ってる。だいぶ濃いなそれ。じゃあ次黄身いっちゃいますよ。こんな濃厚な黄身食べた初めて。一日醤油につけたらこんなんなんねんな。
これぐらいいっちゃってもいいんじゃないですか。ちょ、もういっちゃうね、むきれ。うーわ、うまっ。はい、あんたの分も用意したから。あ、ありがとうございます。匂いすごいな。いただきます。ラーメン屋とか行ったら絶対早いけどな。元気出るわ。どうですか。うまい。確かにこれ元気出ますね。うん、こんな美味しい食べ方があったり。なんか目玉焼きの黄身に似てますよね。火通してないのに。あー、火通したぐらいの。確かにいい半熟ぐらいね。ごちそうさまです。お料理食べ終わるの早いよね。これとかやったら本当に誰でもできるからさ、ぜひ試してみてください。簡単にこれ、この感動が味わえる。限りなく続けたい。